花ってまだまだこんな魅力にあふれたものだったのとか、こんな美味しい魚ってあったんだ、こう知ってもらいたいなと。山口県下関市にある水産加工メーカー株式会社福右衛門。外食産業向けフグや魚介の卸売で事業を広げてきましたが、コロナ禍で売り上げが激減、大量の在庫を抱えることになりました。トラフグの磨きっていうプロの人たちが扱う商品で、何とかしてこの在庫の山を吐かさなくちゃいけない工夫が必要だったんです。そこで社長は通販サイトで販売することを決意。一般家庭の包丁でもできる調理法動画を YouTube で公開したところ、10トンあった在庫が一月で吐けました。トラフグを食べたの初めて、こんなに美味しいなんて知らなかったですとか、まあ、そんな嬉しい声を直接メッセージでいただいて、これを何とかしてもっともっと変えていきたいなと、その出来上がったのが魚 DIY っていう新しいブランド。魚 DIY は月々定額料金を払えば旬の地魚を送ってもらえるサービスです。家庭のキッチンでの鱗を取ったり内臓を開けたりとかできないと思うんですよ。だからその煩わしいところは全て私たちの工場でやった状態のもの、例えば煮魚だったら煮汁で煮てくださいっていうものをですね、全てセットにしてお届けすると。しかし課題もありました。鮮度を劣化させずに凍結する技術です。そこで導入したのがプロトン凍結というですね、磁力の力を使って細胞を壊さずに、鮮度劣化をしない凍結をかけることができる最新の凍結システムですね。鮮魚で食べるのと同じ感覚で食べていただける。目標は全国の浜に眠る地魚の魅力を広めること。動画の配信も始めて、そのことによってお客さんはあ、これを食べてるんだっていうのが分かるとより魅力的だなって思いますし、あとは子どもたちの食育にもなっていく、もっともっと魚の魅力を全国に広げていきたいなと思ってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。